はい、ラウダニュースをご覧の皆様、堀江貴文です。ということで、今日のテーマはですね、なかなかちょっと変わったテーマなんです。JRA の、厩務員と調教助手がですね、ストライキをやるかもしれないということで、JRA の厩務員や、調教師が加盟する労働組合4つの労組が第2回団体交渉を行ったと。3月17日の交渉が決裂してしまった場合、18日19日の競馬開催が中止になる可能性もあるということで、これは24年ぶりのことになると。2011年からですね、中央競馬の売り上げが、どんどん減少していったため、人件費の削減の一環でですね、厩務員と調教助手の給料が減らされたんですけれども、売り上げはまた回復してきたと。最近ネットとかでね、どんどん売れるようになってきたんで、回復してきたということで、SNS では、納得いくまで交渉してほしい、今週末の競馬がなくなるのは悲しいなどの、様々な反応があると。年々注目度が上がっている競馬ですが、売り上げが上がっても現場の人たちになかなか還元されないのはどうしてなんでしょうかと。まあ、なかなか一度下げた給料を上げるって経営陣はなかなかやらないですよねっていうだけの話だと思います。で、給料的に言っても、まあ、平均800万から900万ぐらいもらってるということで、まあ、世の中の平均からするとそんなに、もらってないわけでもないだろうみたいな。でもね、労働環境がなかなか厳しかったりとか、休みが1日しかなかったりとか、早朝から仕事しなきゃいけなかったりとか、危険と隣り合わせとか、そういったこともあってですね、もっともらってもいいんじゃないのっていう話が出てきていると。ただまあ、この時代にね、ストライキってもなかなか全近代的なわけですけれども、どうなるんでしょうかね。いや、そういう意味で僕は思ってるのは、まあ、実は中央競馬の売り上げって僕もっと増やせると思ってるんですよね。要は馬って、そのなんか走るこうドラマみたいなものがあるじゃないですか。一つ一つのその馬に、ドラマがあって、どんな育てられ方をしてきて、どんなレースをしてきたんだみたいなことを、もっともっとドラマチックにネットフリックスとかね、ああいう媒体で、ずっと追ってやってきて、それを見る人たちが増えてくるとですね、売り上げ僕は倍増するんじゃないかなと思ってます。そして IR も始まりますし、世界に向けて日本の競馬コンテンツを売っていく、こんなことだってできるはずなんですけれども、そうすりゃね、厩務員の給料だって全然上げても大丈夫なんじゃないのっていうぐらい経営環境良くなるんじゃないでしょうか。ということで、 JRA の経営陣さん、もっと頑張ってくださいということで、この辺でニュース解説を終わりたいと思います。